はい、こんにちは。日々暑いのでね、今日は皆さんに、トロピカルジュースを、ご紹介しようかなと思います。ライムをベースとしたモヒートっていうカクテルがあるんですけども、それのノンアルコールタイプ、お子さんも飲んでみることができるようなね、ノンアルコールタイプのトロピカルジュースをちょっと作ってみようかなと思います。まあ作り方簡単ですのでね、よかったらぜひお試しください。それではスタート。まずね、こうグラスを用意していただいて、グラスはね、冷蔵庫の中で冷やしておくとさらに一層美味しくいただけますので、冷たくしている方がいいと思います。まずその中に氷を入れていただきます。いいかな。で、そこのところにもともとモヒートっていうのはライムをベースにしたカクテルなんですよ。で、これはノンアルコールタイプで今作りますから、これはライムのシロップですね。ライムのシロップを4分の1ぐらい注いでください。そしてね、目でも楽しめるように、これかき氷用の、ブルーのシロップなんですが、これをちょっとそこに入れます。で、その中にね、これ炭酸です。炭酸水です。炭酸水もよく冷やした状態で入れるといいと思います。炭酸水を入れていただいて、ここに、ハーブのね、ミントを添えてもらって、ライムを8分の1ほど添えていただければ、これでモヒートのソフトドリンクの完成です。ちょっと飲んでみますね。はい、これ出来上がったのね。ちょっと飲みます。爽やか、すごく美味しいですね、これ。これだったらね、お子さんでも飲めますからね。夏バテしそうな時、すごくさっぱりしてすごい美味しいです。でね、これで量が足りない、これすぐなくなっちゃうじゃんっていうような場合にはね、ちょっと大きめのグラス用意してもらって、こう大きめのグラス作ってガーッと飲むのもいいかもしれないですね。まあ、いずれにしてもここにね、お酒を飲まれる方でしたら、おそらくジンとかそういったものを入れるといいのかな。私はお酒飲まないんでちょっとわからないんですけども、ジンやなんかを、入れたりすると、まあカクテルとして美味しく召し上がれると思います。ぜひ試してみてください。それではまた。美味しい。